どうもこんにちは。陸運局にやっと来てですね、手続き終わりました。まず中央で手続きしてね、24番のとこなんですけども、いろいろと書類を書きまして、必要書類を出しました。その後こちら左側のセクションに行って、ちょっとした手続きがあって、また今度右側のセクションに行って、また支払いがあって、それを持ってきて、またね、左側のセクションに行って、やっと終わったという感じで、全工程ね、最短でも30分がかかりますね。で、ミスがあったらまたね、書類を書き直しに戻らないといけないということで、非常に不便でした。3回目のトライでやっと通りました。でも次から大丈夫も。いや、長い旅でしたよ、本当ありがとうございました。これによって所有権移転完成でございます。それじゃあ。